1日目終了しました。いやマジ何もちょっと貢献することができず悔しい思いをしてたんですけど、でも明日がね私の中ではもう特に大目玉というか一番気合い入れなきゃいけない競技ありまして、それがストリートファイター6、私先方なんですけど、だいぶ、恩師タイジさんに期待されてるんですよ。なんでねちょっと明日はもう他のチーム全員倒して時報につなげてちょっとポイントをね少しでも多く貢献します。頑張ります。明日のためにあの今日の裏ハイパーエナコリンが出てくれることになってちょっとねあの変わってくれたっていうのもあるので、あのホテルでイメトレと座学を今からしたいと思います。明日は、もう早めに行ってストローク早めに触ってもう指を鳴らしてねちょっと頑張りたいと思います。もうここしかないんで私の輝けるところ本当に頑張りたいと思います。おやすみなさい。